上原悦次郎5月15日から1962年12月2日は日本の政治家、政治学者、国務大臣、内務大臣、長野県南安住郡明星村生まれ、3歳の時に成果が没落し、豊品高等小学校を卒業後、製紙工場での助行の研磨、横浜税関勤務を経て、1899年、渡米。 学校で球児として働きながら、ハイスクールを出て、週刊誌、日米商法を発行しながら、1907年ワシントン州立大学を卒業。ワシントン大学では、ジョン・アレン・スミスの政治経済、ウィリアム・セイ・ボリーの哲学などを学んだ。さらに同年ロンドン大学大学院に進み、1910年に修了して、政治経済学の博士号を取得した。 翌年に帰国後は明治大学教授、立教大学教授、東京高等工業学校講師を歴任し、政治学や比較憲法論等を講じていた。吉野作造の民本主義に対し、天皇には統治権はあるが、主権は国民に損するとする国民主権論を大胆に主張、急進的な対象デモクラットとして言論活動を展開した。1917年、 犬飼武氏の要請に応えて、第13回総選挙に立憲国民党公認で、旧長野全県区から立候補し当選。以後当選13回を数える。不戦実現に尽力しながら、犬飼に従って革新クラブ立憲声優会と移籍する。1924年、加藤孔明内閣で、定心参与官。1926年、田中義和内閣で、 外務参与官に就任。1932年から1936年にかけては衆議院副議長を務めた。1939年の声優会分裂に、際しては鳩山一郎、久原房之助らと共に政党派に属した。大政翼3会には批判的な立場を取り、1941年11月10日には鳩山、尾崎幸雄らと、 反翼三会の同好会を結成。1942年の翼三選挙には落選した。戦後は、鳩山、足田人志、安藤正隅らと日本自由党の結成に参画。1946年がいい知事、吉田内閣の国務大臣として入閣する。改造後は内務大臣。単行国間理国では、1948年衆議院。 不当財産取引調査委員会に承認喚問されている。硬直なリベラリストとして知られたが、戦時中の予算委員会で、東郷持長外務大臣の戦争を早期に終結して和平に導くのが、外務大臣の職務の答弁に対して敵を撃滅するのが戦争の目的なのに、講和の準備をするとは何事かとこれを急断した。また新憲法の第九条については、 独立国でありながら軍隊が持てないのはおかしいという明快な見解で同じく国務大臣の斎藤隆夫と共に閣内で強く反対した。ありがとうございます。